境料理の森山チャンネル。今回はお粥を作るんですが、ひとまず米1合で、サバ水煮缶1缶で、薬味で長ネギ、生姜で、味付けにもうちょっとお粥なのにフランスみたいな、ひとまずゲランドの塩があるんで、このゲランドの塩を味付けに使います。あとお水500ですけれども、基本的にお粥はこれ1合、まあ1合 180cc、 まあグラムに直すと150、まあだから本当だと 180cc で考えれば5倍なんで 900cc ですが、ひとまず500しかこれ入んないんで、こういう表記にしてます。薬味としてですね、使う長ネギ、生姜をこれから切ってきますが、ひとまず長ネギ、こうですかね、はい、こう入れてですね、はい、こんな感じで、はい、切っていきます。まあ長ネギはこんな感じですね。それに今度生姜、まあこれはもう皮剥いてますからね、生姜を、まあ、こんな感じで、はい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 、まあこんな感じで切ってですね、で針ですね、針生姜、針生姜にしてみます。生姜は針生姜に、よよ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 と、はい、シャーと。じゃあこの後は実際のお粥作りに入ります。まずお米1合、そしてちょっとこれはこぼれそうで怖いんですけど、はい、お水 500cc、まあ、これはこの後追加しますよね。500だから、ならあと180×5 ですからね。基本の分量はお米1合で水5合。だから 180cc、 お米 180cc で、お水が 900cc と。今 500cc なんで、まあひとまず。そんな感じですけど、ここに塩、こうなんですよね、本当はね、小さじ1、ちょっと小さじ1を、なんだよゲランドは出づらいな、ゲランド、はい、ここにこうして塩小さじ1で添加します。まあ添加してからはこれで何分経ちました的な紹介になると思います。はい、では沸き始まる感じになって2分ぐらいですかね。あとアクだけ作っておきます。アクだけ、まあ、実際こっからお粥になるまでは10分ぐらいはかかると思いますが、これまだお水的には実際の分量の3分の1入るか入らないかなんですけど、簡単に言えばサバの水煮缶とかこういろんな物体が入るんで、ちょっと調整しています。では後ほど。はい、では約7分経ったのがこんな状態です。そしてですね、ここでちょっと、まあ一応お粥と言ってますんでね、和風に味付けするのに梅油の素を小さじ1、2と、ひとまず小さじ2、そしてさらにお水を今300入れてるんですけど、ちょっと様子見で
100入れます。100こうですね。うんと、はい、ここからはちょっと火力を上げますけど、また何分後かな、まあ 2,3 分後に様子をお見せいたします。煮込み始めてからですね、約トータルで10分ほど経った状態がこんな感じです。そしてここでですね、サバ水煮缶投入でん。そしてお水をちょっとですね、こう中をこうくる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 、もったいないんで 50cc ビヨーンと、はいと。まあこっからはあと3分とかでいけると思うんですけど、液体的にはお水がトータルで650で、そこにサバの水煮ですからね、水煮の分もひっくるめればまあ700以上は入ったかと。まあ1号に対して本来は900なんですけど、ひとまずこんな感じで様子見ます。トータルで約15分ぐらい経ちましたので、ちょっとここで味見を。まあちょっとズルしますが、コク出しでソーミシャンタンをこれほどれぐらい小さじ1、はい、入れまして、隠し味で醤油1、2と、はい、これで火を止めます。そして長ネギ、長ネギですね。そして生姜、はい、これを混ぜ、はい、混ぜました。これで、はい、5分程度蒸らして試食タイムに入ります。はい、あれから約5分が経ちまして、これでおかゆ、リゾットじゃないですよ、おかゆです。よいしょ、ま、約2人前ですかね。そしてこれをこれから試食に入ります。試食シリーズ、ま、今回も常備薬であるサバ缶を使って作ったおかゆです。これをいただきます。ほんとね、おかゆ、いやー、生姜と長ネギが効きますね。胃腸にも優しい。ま、こんな感じで作っていただけたらと思います。